ジュリオトノーに、ジュリオトノーにはトレント出身のアメリカ合衆国の精神科医、神経科学者。研究の対象は意識と睡眠。1985年、イタリアのピサ大学で精神医学の学位を取得。陸軍で軍医として働いた後、睡眠の調節に関する研究で1989年に神経科学の学位を取得。その後アメリカに渡り、 1990年から2000年まで、ジェラルド・エーデルマンの設立した神経科学研究所で研究を行う。2008年現在ウィスコンシン大学マギソン校の精神医学科教授。都のには2004年に意識の統合情報理論を発表している。統合情報理論では物質としての脳からどのようにして主観的な意識経験が生じるのか、これを情報理論における 情報量の観点から理論化している。アメリカの神経科学者、クリストフ・コッホは、都の鬼の統合情報理論に関して、意識についての唯一の真に有望な基礎理論だと2010年に述べている。以下都の鬼の著作の一部、ありがとうございます。